ビルバオグッケンハイム美術館は、スペインビルバオにある美術館。近現代美術が専門であり、1997年10月18日に、開館した。アメリカのソロモガールグッケンハイム財団が設立した、グッケンハイム美術館の文館の一つであり、建築家のフランク・ゲイリーが設計を担当した。ビルバオ市中心部のアバンド地区にあり、 ビルバオ市内を流れるネルビオン川に隣接している。国内外の作家による常設展示や特別展示が行われている。ビルバオン学ハイム美術館の建物は現代、建築で最も称賛される作品の一つであり、この建物についての評価で批評家、学者、講習が完全に一体となる稀な瞬間があるとして、建築文化における注目に値する瞬間として、 称えられている。2010年に世界建築調査機関が建築家に対して行った調査では、1980年以降の30年間で最も重要な建築物の一つとして頻繁に名前を挙げられる。1991年、バスク州政府はソロモン・アール・グッゲンハイム財団に対してビルバオの老朽化した港湾地区に グッケンハイム美術館を建設することを提案した。バスク州政府は1億 US ドルの建設費用を負担すること、5000万 US ドルを作品の新規購入費用に充てること、グッケンハイム財団に対して展示会1回あたり2000万 US ドルを支払うこと、美術館の年間予算1200万 US ドルを補助することなどを承諾した。これらの代わりに、グッケンハイム財団は、 美術館を管理し、財団が所蔵する作品の一部を回して特別展を開催することを承諾した。グッケンハイム財団は、世界文化構想を持ち、ニューヨークのグッケンハイム美術館、ベネツィアのペギーグッケンハイムコレクションのほかグッケンハイムラスベガス、ドイツグッケンハイムベルリンなど、世界各地に美術館を持つ拡大路線を施行している。クライアントのグッケンハイム財団は、 誰も見たことがないようなユニークなデザインとソロモン・アール・グッケンハイム美術館の吹き抜け空間のような劇的な効果を美術館に求めた。建築家を選出するコンペはドイツのフランクフルト・アム・マインで小人数によって行われ、スペインで人気があった日本人建築家の磯崎慎、オーストリアの設計会社コープ・ヒンメルブラウ、数年前にプリツカー賞を受賞していた。 アメリカ人建築家のフランク・ゲイリーなどが参加した。最終的にコンペを勝ち抜いたのはゲイリーだったが、ゲイリーが美術館を設計するのは初めてだった。ゲイリーは1993年初頭にデザインを提出し、10月22日に起工式が行われた。建物はフェロビアル社によって建設され、1997年秋に落成式が行われた。 建設費用は8,900万 US ドルだった。建物は日程面でも予算面でも予定通りに建設され、この種の建築物の中では稀な部類である。KLM オランダ航空は建築費として100万 US ドルを寄付した。1997年10月17日、正式会館日の前夜に屋外で行われたプレオープンイベントには5000人のビルバオ市民が出席し、 ライトショーやコンサートなどを楽しんだ。10月18日、フアン・カルロス一世によって開館が宣言された。グッケンハイム美術館の設計などが評価され、ゲーリーは1998年に第1回、フレデリック・キースラー建築芸術賞を受賞した。ガラス、シタニウム、石灰岩で覆われた建物ソロモンアールグッケンハイム財団は、 アメリカ人建築家のフランク・ゲイリーを建物の設計にトーマス・クレンスを美術館のディレクターに選出し大胆かつ革新的な美術館であることを求めた。建物外壁の局面は無規則性が意図され、ゲイリーは局面の無規則性が光を集めるように設計したと述べた。戦闘機の設計などに使用されるカナダドルシステムを用いて構造計算されるなど、 時代の最先端の技術を利用して設計されている。内部は大規模で明るいアトリウムを中心に設計され、アトリウムからはビルバオ加工とビルバオ周辺の産地が見渡せる。美術館の中央部をまとめている形状からゲイリーはこのアトリウムをフラワーと名付けた。1997年に美術館が開館するとゲイリー本人が建築上の運動と 自分自身を関連づけているわけではないが、すぐに脱構築主義建築で最も壮観な建築物の一つ、20世紀の傑作として、賞賛を集めた。建築家のフィリップ・ジョンソンは、我々の時代で最高の建築物と表現し、評論家のカルバン・トムキンスは、ザ・ニューヨーカーで、魚の鱗を連想させてキラキラと反射するパネルについて、チタニウムの街灯をまとい、 うねるような形状の幻想的な夢の船と表現した。建築批評家のハーバートム・ムシャンプはニューヨーク・タイムズ・マガジンで起点を聞かせる再起と称賛した。インデペンデント氏は美術館を驚くべき建築の異業王と呼んだ。この美術館に触発された似たようなデザインの建築物にはアメリカ・カリフォルニア州にあるセリトス・ミレニアム図書館などがある。美術館は ネルビオン川に沿った旧工業地区の32,500平方メートルの面積に建てられ、石、ガラス、シタニウムによって構成された美術館の建物は市街地の文脈に違和感なく溶け込んでいる。通りから見ると地味だが、川沿いから見ると印象的である。1万1,000平方メートルが展示空間であり、ニューヨークやベネツィアのウッケンハイム美術館よりも、 大きな展示空間を持つ。19の展示室のうち10の展示室は壁が直行した古典的な長方形の形状であり、石材の磨き方によって他と区別することができる。残りの9の展示室は不規則な形状であり、その有機的な渦巻き形状やチタニウムの板材の張り方で他と区別することができる。最大の展示室は幅30メートル長さ130メートルである。 2005年には、リチャード・セラの記念碑的なインスタレーション展示、ザ・マター・オブ・タイムが開催され、美術批評家のロバート・ヒューズは勇敢で通行と評した。グッケンハイム財団の現代美術コレクションの中から、選ばれた作品に加え、長さ102メートルにも及ぶリチャード・セラのスネークなど、サイトスペシフィックな大規模な作品や現代芸術家のインスタレーションや、 バスク人芸術家の作品などを特徴としている。1997年の開館時には、キュビズムから新しいメディアアートまでの20世紀の300作品を外観する企画展示を行った。多くの作品はグッケンハイムの所蔵作品だが、ウィレム・デ・クーニング、マーク・ロスコ、クリフォード・スティルなどの絵画を新規購入し、フランチェスコ・クレメンテ、アンゼルム・キーファー、ジェニー・ホルツァー、 リチャード・セラなどには新作の制作を依頼した。ルイーズ・ブルジョは、ママン、中谷・藤子霧の彫刻常設展示作品は何度か変更されており、特別展以外の期間中は中国芸術やロシア芸術などのテーマ展示を開催している。伝統的な絵画や彫刻は、インスタレーションや電子媒体による展示に比べて少数派である。収蔵作品や、 常設展示の主役は、リチャード・セラのザ・マター・オブ・タイムや、対抗成功による彫刻作品群などであり、長さ130メートルのアルセロール・ギャラリー内に展示されている。常設展示作品の約3割がバスク人芸術家の作品だが、その多くは活動拠点を北アメリカに置いている芸術家である。修造作品は、前衛芸術、 20世紀の中小芸術、非具象芸術的な面が強調されている。2011年には、美術館の理事であるギリシャの実業家、ディミトリス・ダスカロプウロスが所有する作品で、ザルミナス・インターバルという特別展示を開催したが、美術館の大規模支援者に対して、作品選択などキュレーション上の権力を与えすぎて、いるとして批判を呼んだ。 2012年に行われたデイビッド・ホックニーの特別展は29万人の来館者を集めた。空から見た美術館ビルバオはスペイン屈指の工業都市だったが1990年代以降に産業が衰退した。美術館はビルバオの経済活性化の一環として開館した。その開館後すぐに人気観光地となり世界中から観光客を集めた。 多数の来館者を集める美術館の開館によってアバンドイバラ地区全体の整備が進みリカルド・ビルチスが設計したメディア・ビルバオやロベルト・ステルンが設計したスビアルテショッピングモールなどが建設された周辺のレストランは食事内容や営業時間で観光客の便利を図るようになりそれまでは休業することが多かった土曜日午後や 日曜日に営業するようになったショップが増えた。美術館の開館は、観光客の増加という直接の経済効果だけでなく、バスク地方全体の象徴となり、都市のイメージアップにもつながったため、グッケンハイム効果、またはビルバオ効果という言葉が生まれた。最初の3年間に400万人を集め、約5億ユーロの経済効果を得たとされる。バスク州政府は、観光客が、 ホテル、レストラン、ショップ、交通機関に落とす金額は1億ユーロに上り、支払った建設費用を上回っていると見積もっている。しかしこの一方で、効果という用語は、ジェントリフィケーションや文化的帝国主義の象徴として、美術館を非難するためにも使用されている。1999年の映画、007ワールドイズ、ノットイナフでは、ビルバオの市街地が舞台となり、 冒頭で美術館が登場している。2007年のタミル映画ロッソの男シバージでは美術館でスタイルという歌が歌われる。ハイプ・ウィリアムズが撮影したマライア・キャリーのスイートハートのミュージックビデオではジャーメイン・デュプリとキャリーが美術館の様々な場所で歌っている。コンピュータゲームのシムシティ4ではこの美術館が建設可能な設定となっている。 バスク人彫刻家のホルヘ・オテイサは、ゲイリーの建物が、バスク芸術の伝統を侮辱するものだと考え、建設開始前から美術館の建設に反対した。オテイサは、自身の作品が美術館に展示されることを拒否し、自身の全作品群をナバーラ州政府に寄贈した上に、グッケンハイム財団と契約を結んだ、バスク民族主義党党首のシャビエル・アルサリウスに対して、 国訴状を作成した。オテーサに同調するバスク人芸術家は多く、現代美術家のアグスティン・イバロラは、事前に地元の芸術家たちに相談がなされなかったと批判し、著作家のフリーオーチョアは、バスク文化における広島、グッケンハイム危機である、フランコでさえもそんなひどいことはしなかったと述べた。一方で、オテーサと並ぶ彫刻家のエドゥアルド・チリーダは、バスク民族主義党と、 親密な関係にあり、美術館がバスク文化界に好影響をもたらすと評価した。建設工事が進むにつれて反対派の息は静まっていった。主張の激しい壁や天井の形状、形態とは対照的に床はほぼ平面であり、一般的な素材が用いられている。展覧会のプログラムは凡庸であり、この建築は単なる見せ物であるとする意見も存在する。 2007年にバスク会計監査裁判所が発表した報告書によれば2002年から2005年までの間に美術館は2700万 US ドル以上を作品の新規購入に充てアルセロールギャラリー内に展示されているリチャードセラのザ・マター・オブ・タイムなどを購入した2008年の別の会計監査では作品購入用の資金が銀行口座から失われていたことが 明らかにされた。グッケンハイム財団は、財政面、会計面の不規則性の問題があり、1998年から、ディレクターのロベルト・セアル・ソロ・バレネチェアが、美術館の建設、作品の購入用に設立された2つの会社から彼自身の口座に資金を流用していたと主張し、バレネチェアに対する訴訟を提起した。ありがとうございます。